超巨大地震は、巨大地震の中でも、特に、モーメントマグニチュード尺度で、MW9 程度以上あるいは、MW9 クラスのものに対し使用される、名称である。しかし、地震学的に厳密に定義づけられているわけでも、なければ学術用語でもない。タイの海岸に押し寄せるスマトラ沖地震津波、超巨大地震とされる地震は、確認される範囲では、全てが、 プレート収束帯で発生する低角逆断層のプレート境界型地震であり、断層長がおよそ 500km 以上に達する。また、長大な破壊域を持つ海溝型巨大地震は、複数のセグメントが連動して、断層を破壊する連動型地震を仮定すれば、説明できるとされる。海溝沿いで、海底地形の大きな変異を伴うためいずれも、大津波を伴っている。 比較沈み込み学やアスペリティモデルから長距離大地震の発生する場所は若いプレートの沈み込み体に限定されるとされてきたが2004年スマトラ沖地震や2011年東北地方太平洋沖地震は従来の理論を覆すものとなり特に高感度地震観測網など高密度の観測網が整備された日本付近で発生した東北地方太平洋沖地震は 超巨大地震に関して新たな知見を与えるものとなった。観測時代におけるデータの蓄積では発生頻度を論ずるに十分ではないが地球上においておよそ1世紀の間に数回程度発生しているものと見られる。MW9 クラスの地震の発生頻度は1世紀の間に1から3個程度との見積もりもある。 またその発生間隔は一応でなく、比較的短期間の間に数年の間隔を空けて、集中的に発生する傾向が見られる。地震モーメント放出の時系列から、このような長距離大地震のクラスタリングの傾向は、明らかであるとする説がある一方で、クラスタリングは、ランダムな変化に極在化した、余震活動が加わったものに過ぎず見かけのものであると、する説もある。 かつて表面波マグニチュードなど地震計に記録された最大振幅の常用体数に基づくマグニチュードが主流として用いられていた時代は水8.5程度が最大級とされていたが超巨大地震の規模になると最大振幅に基づくマグニチュードは数値が飽和して頭打ちとなり規模が適切に表されていなかった1977年に金森博夫が 断層活動のモーメントに基づく、モーメントマグニチュードを提唱して、以来、1960年チリ地震などいくつかの地震が MW9 以上と推定され規模が適切に表されるようになった。チリ型とマリアナ型の沈み込み体。上田聖也よび金森博夫は、地球上の沈み込み体を海洋プレートの沈み込み角の違いから、 チリ型とマリアナ型に分類し、連動型の巨大地震は、チリ型の沈み込み体で起こると考えた。上田らは、チリ型に属すのは、南チリ及びアラスカ島であるとしたが、ユーレットらによれば、沈み込み角が15度以下の低角であるのは、南チリのほかプエルトリコ、ココス、カスケード、南海トラフ、スマトラアンダマン及び地中海東部の各海溝である。 また、ラフ及び金森は、沈み込みいで発生する巨大地震の規模は、収束レートと沈み込むプレートの年齢の関数として、表されると考えた。収束レートが大きく、かつ沈み込むプレートの年齢の若いプレートほど規模が、大きくなる傾向があり、回帰分析から。 MW イコールマイナス 0.0088QT プラス 0.134V プラス7.96という関係式を得た。また、沈み込み体は定常的なものでなく、定角の沈み込み体も地震が繰り返されるにつれ、断層面は弱くなり、強い固着が次第に失われて、広角の沈み込み体へと進化していくとされた。アスペリティモデル沈み込み体におけるアスペリティの 空間分布。T 例よび金森ヒローラは、プレート間には、固着が強いアスペリティと、滑らかに滑っている部分が存在し、アスペリティの空間的分布や面積比によって、地震の起こり方に特徴があると考え、世界各地の沈み込み体を4つのカテゴリーに分類した。超巨大地震は、カテゴリー1の沈み込み体で起こり、これに属すのは、地理南部、カムチャツカ、 アラスカとされた。比較沈み込み学では、古いプレートでは、連動型地震は起こりにくいとされ、アスペリティモデルも沈み込みが、やや広角の古いプレートは、固着領域が小さく連動型の長距離大地震は起こりにくいとされてきた。しかし2004年スマトラ沖地震はこの法則には、当てはまらないとされ、2011年東北地方、 太平洋沖地震の発生した日本海溝も、アスペリティモデルでは、カテゴリー3の千島列島に類似すると考えられ、連動型の巨大地震が起こりにくいとされていた。プレートの相対速度から推定される歪みの蓄積に、対する、地震によって解放される歪みの比率である、地震カップリング係数は、チリ、カスケード、スマトラ、南海トラフなどは1.0に近いが、アラスカ。 カムチャッカ、チシマ、日本海溝などは0.6前後、トンガ海溝南部、ケルマデック海溝は0.1強、マリアナ、イズオガサワラ、琉球海溝などは0に近いと推定されている。超巨大地震は、プレート間カップリング係数が中程度以上の沈み込み帯で起こっており、カップリングによる滑り欠損速度が、年間2センチメートル以上の沈み込み帯で起こっているとされる。 ビレックは地球上の沈み込み帯を、深体が形成されつつある部分と、沈み込むプレートが陸側のプレートを削り込んでいる部分に分類し、長距離地震は、深体を形成する沈み込み帯で発生し、対して陸側のプレートを削り込むような沈み込み帯では、津波地震が発生しやすいことを見出した。深体を形成する沈み込み体は、南チリ、プエルトリコ。 カスケード、アラスカ、アリューシャン、カムチャツカ、南海トラフ、スマトラ・アンダマンの各海溝であり、20世紀の超巨大地震や2004年、スマトラ沖地震はいずれもこれらの沈み込み帯で発生しているが、東北地方太平洋沖地震の起こった日本、海溝はこの法則に反して、陸側のプレートを削り込む沈み込み帯であった。井デアキラは、 世界の沈み込み帯で発生している中規模以上の地震の発生頻度とプレートの沈み込み速度との関係を検討し南西太平洋を中心に多くの地域で沈み込み速度と地震発生頻度が比例するという常識的な関係を見出したその中で例外的に沈み込み速度は比較的速いが地震発生数が 極めて低いという比例関係から外れる地域があり、この地域ではしばしばゆっくり地震が見出されており、さらに長距離大地震はこの地域で起こっていることを見出した。この一見静かだが、長距離大地震の起こる危険な地域は、アラスカ、カスケード、ペルー、チリ、南海トラフから琉球海溝であるという、ファンデフカプレート付近の地震の震源分布、 カスケード地震の震源域が地震空白域となっている。井出明は、東北地方太平洋沖地震の地震波の解析から、海溝側のプレート境界、浅部と陸側のプレート境界深部との間で、断層破壊が往復する形で進行し、海溝側の過剰滑りであるダイナミックオーバーシュートが大津波を冷気したと推定している。小村隆は、 2011年東北地方太平洋沖地震において海溝軸付近で超大滑りが認められ巨大津波を誘発したことから沈み込みたいの陸側深部の断層破壊に加えて海溝軸付近が震源域となることにより地震が巨大化するとした南海トラフでも同様のことが起こるとされ宝永地震の震源域に加えて 海口軸付近が震源域とも推定される、慶長地震の震源域が同時に断層破壊して巨大津波が発生するとされた。しかし、南海トラフはシングルセグメンテーションであり、放栄地震単独でも海口軸付近まで断層破壊が及んでいる可能性があり、ダブルセグメンテーションとなる証拠は見出されないとされる。小山淳次らは、 東北地方太平洋沖地震発生を機に、超巨大地震の発生上には二つの異なった特徴があることを突き止め、宝永地震と東北地方太平洋沖地震は異なる震源過程で発生したと推定しそれぞれアロング・ストライクシングルセグメンテーション及びアロング・ディップダブルセグメンテーションと分類した。従来、チリ型とされた。 定格の若いプレートの沈み込み帯が明日に相当し、超巨大地震の発生には多様性が認められるとした。カスケード地震を起こしたカスケード沈み込み帯や方栄地震を起こした南海トラフは、現在地震空白域を形成しプレート感が強く固着していると推定されるが、東北地方太平洋沖地震を起こした日本海溝やアラスカ地震の震源域では明白な。 地震空白域が見られない等の特徴が見られる。2004年スマトラ沖地震は初期破壊過程において圧的な性格を帯びるがアンダマン諸島付近では圧的な性質であるという CMT 界などから精度の高いモーメントマグニチュードが推定できるようになったのは1970年代後半以降である。それ以前は津波訴状校や 地殻変動などから想定される断層モデルによる推定値であり、さらに19世紀以前の歴史地震については、断層モデルの根拠となる津波素状項も、諸説あり地殻変動推定の資料も限定され、また激震域の長さなどによる推定値でもあり精度は低い。宝永噴火口と宝永山地理地震後に噴火したコルドン・カウジェ火山20世紀に地球上で発生した MW9 クラスの巨大地震及び2004年スマトラ沖地震等はいずれも地震後数年以内に近隣の複数の火山の噴火を誘発しているとの見方がある。一方で超巨大地震の後に噴火が誘発されたと思われるケースもあるが地震の有無と関係なく通常期に活発な火山もあり地震直後に噴火を誘発したとは 結論できないものもあるという見方もある。また、必ずしも震源域に近い火山活動が活発化するわけでもなく、これは地震による直接的な応力変化ではなく、地震動が長時間火山帯を揺らすことによる影響も考えられるとされる。方影噴火やベズイミアに3のように大規模な噴火が誘発されたと思われる事例もあるが、 これらの大噴火には900から1200年程度の時間間隔が存在し、噴火のエネルギーが十分に蓄えられ、地震により誘発された噴火が大規模に発展したとの見方もある。超巨大地震による地形の変形により極運動が冷気され、地軸がずれることが知られる。 1957年から1967年の間に観測されたチャンドラー運動のうち、1960年の観測結果から、地理地震発生によって、地軸の年収運動に不連続が認められた。地球に男性球の変形が生じた場合、チャンドラー運動に変化が生じると予測されるが、たとえ1960年地理地震であっても、その変形量では、 チャンドラー運動を冷気するには全く不十分であるとされていた。しかし、1964年アラスカ地震において、震源域から約5 0 0 0トルも離れたハワイ諸島においても10から8程度の永久歪みが観測され、このような微小な地殻変動であっても全地球に渡って積分すれば、チャンドラー運動を冷気する可能性があるとされた。 地軸がずれた結果、地震の前後で地球の自転周期がわずかに変化し、2004年スマトラ沖地震、2010年チリマウレ地震、2011年東北地方太平洋沖地震では、いずれもマイクロ秒オーダーで自転周期が早くなったという観測結果もある。観測史上最大級の地震は1960年チリ地震 MW9.5 であり、 地質調査からもこれ以上の規模の地震が発生した証拠は見出されていないが松沢徹る及びヨ木ギタキヨシは世界各地の沈み込み体について検討し最大 MW10 程度の超巨大地震は起こりうるとした M10 の地震が起こったと仮定したならば何が生じるかを知ることも必要としているがこれは極めて荒い推定に過ぎず学問的には極めて 稚拙なレベルの話としている。ヨモギタ・キヨシは、沈み込み体におけるプレート間の地震性滑りは深さ6 0トル付近を限度として、それより深いところでは、スラブ内地震に限定されるとし、震源域の幅は最大でも3 0 0トル程度が最大限であり、断層の長さは1 5 0 0トル滑り幅が1 0 0ル前後ならば、 MW10 も可能と考えられ、1960年、チリ地震及び2010年チリマウレ地震の震源域を包括するような沈み込み体が候補に上がるとした。しかし、実際には1960年の地震は、震源から南側へしか断層破壊は起こらず、50年後に発生した2010年の地震とは連動のイメージからほど遠い形で、 発生してしまったため、少なくともこの地域でこの規模を超える地震は、数百年は発生しないとされる。ありがとうございます。